はい、皆さんこんにちは、シンクと申します。ヨシソイの実況をやっていきたいと思います。やっと4つ目ですね。やっていきましょう。よほよほよ。いやー、なかなかねマイクラとかはねちょこちょこ撮れるんですけど、おかえり緑。ヨシストーリーをねまとめて一つってなるとなかなか時間が取れなくてですね、申し訳ないです。ちょこちょこ撮りたいんですけどね、毎回結局消すことになることが多くてですね、プロペラの使い方リフプロペラのついたリフト乗ると上に飛び出す。うまくバランスをとって壁に当たると消えます。もうこれか。お難しい。あちゃあ、おポーズ画面で、あ、今日特にここは何もない感じか。よし、卵をゲットして。あれ、一回乗ったやつは消えるんですね。二度乗り禁止。危ない。難しくない？はう。こっち。足かかるけど、まあまあスイカスルーで。おしゃべりさんがいる。スイカじゃない、ブドウだ。スタートボタンを押してみていろんな情報がわかる。この画面で見れるわかる。例えば、はい、これね。難しい。次行くのかな。あ、いいや。あ、まあいいか。難しいな、何気に。あ、あ、ワープ。あれ消えちゃった。傘でふわふわ落下。 A ボタンを押し続けると傘が開きます。サンディースティックでバランス。はい、あ、そういうこと。難しくね。危ない。
あれ？これは知ってるよ。上に行くのかなって。ヨッシーって不思議なやつ。同じフルーツを食べ続けるとすごく幸せ。一番幸せなのはメロンばっかり30個。難しいけどひたすら探して食べてみる。へえ。ああ、そっか。そういえば4つの中にメロンはないですね。気づかない。そうなんだ。でもメロンばっかり食べれるの私うまくないんだよね。まあまあできたらどうしたらいいのかね。そうメロンばっかり30個あるの乗れない。よいしょ。よし、危ない。こんな近く、この近くにあります。そんなに遠くでもない。すぐ横でもない。どういうこと？これは何の箱だろう？幅跳び遊び方スタートからジャンプ飛んだ距離でメロンがたくさんいただける。ここでこうやってやったのか。また今度挑戦しましょう。また来ます。難しいな。びっくりした。結構こっちは何なの？怖い怖い。あ、上じゃなくてもいい感じ？いや、違うな。こっち蹴って書いてある。どうだ？ちなみにあのポチは何なんだろう。どうしたポチ。なんでここにポチがいるの。
まいちこのポチの意味が分かってないんですよね。お、さっき、ん？戻れるし、いけるし、どういうことや？なに？不思議なチューリップ食べると少しの間、ヨッシーの卵で変身。Bボタンでキャンセルできる。サンディスティックで引いて止めてピンと弾けば、スーパーロケット卵、高いところも一つ飛び。ここ？危ない。これか。こういうこと？ああ、そういうこと。難しくね、これ。なぜ乗れない。めちゃ乗られん。難しいよ。あよし、やった当たった。乗れて乗れてそのまま落ちていく。あと何かあったっけ。この端っこは何かあるのかな。何もない。よし、ワープを見つけ、扉もあったか、扉に行ってみよう。難しい、普通に普通に難しい。うん、今度は何？なんかいろんな謎になりますね、今回は。まだまだ踏ん張れます。踏ん張りジャンプが一度終わってからタイミングよく A を押すと良い。
全部取りましたね。では戻りましょう。どこの部屋が一番取ってないだろう。もう一個2番目の部屋かな。こっちのお部屋かな。私は本当にゲームのセンスがないんだろうと思ってます。ポチが消えた。ポチが消えてしまった。わからんって投げやりなことを言ったらポチが消えてしまった。
ヨッシーたち、あたりで一番高いところ、まず登ってみたら なんとかてっぺんにたどり着き、ひょろりと頭を見渡してみても、どうも読み切れない。とりあえず、幸せのツリーを取り返すことができるのでしょうか。ちょっと不安なヨッシーたち、少しだけ幸せになったと。読めなかった。ってことで。はい、あと4分で終わりたいと思います。お疲れ様です。これで、今は次に。